おすすめの出し物を紹介します今回は低学年におすすめの出し物となっていますタイトルはありがとうレンジャーです実際の台本を紹介しながら見ていきましょうこんな感じで始まります6年生の皆さんご卒業おめでとうございますいつも全力で一生懸命な6年生感謝の気持ちでいっぱいです 6年生に感謝の気持ちを伝えるヒーローを紹介します。そう言って「あ・り・が・と・う」全員で「ありがとう・レンジャー」と言った時にポーズを取るって書いてありますね。これは赤・青・黄・ピンク・緑の5人の子たちがかっこいいポーズをなんかこうこんなポーズとかこんなポーズとかいろいろポーズを考えてポーズを取るということをします。この時5人でまあ相談させて いいいポーズ考えなとううふうにしててやってあげますそして後ろを振り向いて後ろを向いて振り返るというのは最初に赤とか青とか黄色の人たちは後ろを向いています。そして「あ」と言ったら赤の子が前を向く。青の子は「り」と言ったら前を向く。黄色だったら「が」と言ったら前を向くというふうにして前を向かせるということをしています。なぜそういうふううういいいふににしているかというとこのように ビニール袋か何かにこう色画用紙をつけて、あとかりとかメッセージを書いておきます。そうすると、後ろを向いていればこのメッセージは見えないんですが、あっと言った瞬間にこのメッセージが6年生に見えます。りと言った瞬間にこれが見える。あありがとうっていうのがわかるというふうになっています。これがまあありがとうレンジャーということになります。そして続きはこんな感じでやっていきます。運動会での騒乱武士。全員がかっこよくて輝いていました。 力を合わせて頑張る大切さを教えてもらいました。ありがとうございますと言った後、またありがとう。ありがとう、レンジャーでポーズを取ります。で、また後ろを向いて、あの、戻るんですけどね。そして、仲良しタイムでは、いつも楽しい遊びを考えてくれました。ドッジボールに鬼ごっこ、みんなで遊んだ時間は大切な思い出です。ありがとうございますと言った後に、またありがとう。 ありがとうレンジャーでポーズをとるですねこれを繰り返しです休み時間は私たちと一緒に遊んでくれましたね楽しく嬉しくてもっともっと遊びたかったですありがとうございますまたありがとうありがとうレンジャーでポーズをとるですねこう繰り返していくとなんとなく楽しくなってきて6年生もねこう笑顔になったりしますね で最後に6年生に合奏のプレゼントをします聞いてくださいということでキラキラ星、まあ、1年生バージョンでこれは考えてますが2年生だったら何か習ってる山のポルカとかそんなやつをやればいいかなと思いますが1つ合奏を入れるということですそして「終わります」で終わるということですこれなんですが6年生送る回だけじゃなくて入学式等の2年生の出し物としても使います例えば年年生で6年生でで送る回で ありがとうレンジャーをやったら今度新2年生になった時に新2年生の時に入学式の出し物で使いますその時はありがとうではなくておめでととううレンジャーにするということですこ,こを「おめでとう」を「おめでとうレンジャー」にすれば呼びかけだけ変えればあとは一緒の方にことでできるということです是非よかったらやってみてください。